さあオリックスですけども、今回の内容はですね、マザーラの自由契約ということで、まあ、助っ人外国人のお話になろうかなということでございますけども、2023年はですね、まずは昨日ですね、第1カードが終了したということで、まあ、オリックス助っ人外国人の話をすると、まあ、マーゴがね来日初めてこうホームランを打ったりとかしてますけども、一方でですね、一番こう期待値が高かったシュウィンデルが離脱をしているということなので、まあ、メジャーのね実績のある助っ人がここに来てなんと2人自由契約になったということで、1人のコルデロはですね、3月の30日、先日にね、ヤンキースと契約を結んだということで、もう一人ですね、このマザーラが未だ去就が決まっていないということで、コルデロ同様にメジャーなのか、はたまた日本なのか、アジアなのか、わからないですけども、このマザーラね、日本の球団も今回のオフ、注目をしている球団があったということなので、一体どんな選手なのか、そしてオリックスにどうなのか、そのあたりについて、まあ、お話をしていこうかなと思います。まあ、コルデロと一体ね、どんなところが違うのか、そのあたりもね、触れていこうかなと思うんですけども、皆さん、このマザーラ、ご存知でしょうか。で、まずですね、このマザーラですけども、今年のオフですね、立浪監督が最も欲した助っ人ということで、一番欲しかった選手、これマザーラのことなんですけど、まあ、彼はメジャーを目指したいという話でしたと。2番目に欲しかったのはジャイアンツのブリンソンであると。最終的には3番手に落ち着いたのがアキーノということで、いや、アキーノ取れてるんだったら十分だろうと僕は思うんですけども、マザーラ、そしてブリンソン、アキーノという順番で、消去法で一番上に残っていたのがアキーノだったというような、今回のマスケット獲得というような経緯なんですけども、そんなですね、ノマ・マザーラ、一体どんな選手なのか。年齢がですね、27歳ということで、左投げ、左打ちの、まあ、選手なんですけども、まあ、外野手ですね、まあ、両翼なんですけども、基本的には、ライトを守っていることが、多かった。この選手です。まあ、映像とか見るとですね。で、アキーノが28歳。そして、まあ、ブリンソンも28歳なんで、まあ、そんなに年齢は変わらないんですけども、メジャー通算では85発打っている選手ですね。去年のですね、2022年はちょっとメジャー行ったり、3A 行ったりっていうことで年俸を調べたんですけど、わからなかったんですけど、ちなみに21年に関しては年俸が2億3000万円と。最近のね、構えは、元マリナーズの、ケン・グリフィー・ジュニアみたいな構えをしてるんですけどね。前世紀はですね、レッドソックスで、そして、まあ、楽天でも活躍しましたけど、ユーキリスみたいな構えをしている、まあ、左バッターでございます。で、このマザーラは、新人からですね、3年間連続で、まあ、20発を打っている選手ということで、ルーキー時代からですね、まあ、活躍をしていた選手になります。まあ、2016年から7、8と3年間20発、19年には19発打ってるんですけど、ここの4年間がね、非常にこう、たけた成績を出したという選手ですね。まあ、全体的にこの4年間見ても、打率はだいたい2割5分5厘ぐらいですね。で、110本から140本ぐらいヒット打って、いつも7割台ですよ。で、ホームランに関しては、まあ、20発、打点もまあ60から75ぐらいの、まあ、範囲内で収まるような選手ですね。一方で、19年以降、20年からは、まあ、急降下してるんですね。20、20、20、19ってきて、20年にはホームラン1発、21年、22年には3発、2発と、1桁でももう5本も下回るような成績になってしまっていると。で、映像を見たらですね、前世紀の時には、まあ、逆方向とかバックスクリーンにもホームラン打ってるんですけど、2020年以降からはもうほとんど右方向ですね。引っ張ったライト方向にしかホームランは打ってないような感じになってます。まあ、一本そのバックスクリーンというか、まあ、それでも宇宙間のちょっとセンター寄りぐらいなのがありましたけども、ほぼほぼまあライトだったんですね。ヒットも基本的には引っ張ってっていうような安打性だったので、ちょっと流して逆方向でみたいなのが、なくなってきてるなっていう感じでした。あとは、そこの3年間見ても、50試合前後の出場に留まってるんですよね。ヒットもだいたい40本前後ぐらいで、まあ、打率も2割2分前後、まあ、打点なんて10前後なんでちょっと厳しいですね。OPS も6割いくか、いかないかぐらいなので、まあ、メジャー通算では684試合出場しているんですけど、626本のヒット打って、350打点以上稼いで、OPS も7割3分ぐらいなんですけどね。まあ、最初の3年間、まあ、4年間の成績が、まあ、だいぶこうカバーはしてるのかなとは思うんですけど、直近の2022年の成績見ていても、まあ、55試合出場してですね、打率も2割6分5厘いかないぐらいで、OPS も7割いってないです。ホームランも2本ですよね。3A だと、まあ、OPS もね、1.095 と、ホームラン7本、打率も、まあ、3割7分近くということで、非常にこう、素晴らしい数字を残しているんですけども、今年はですね、オリオールズに、まあ、スプリングトレーニングに、まあ、参加をして、成績が良ければ、そのままメジャーに行ってっていうような契約を、したらしいんですけど、
いつもね、2割3分ちょっとということで、ホームランも、まあ、ゼロっていうことで、オリオールズの方は、まあ、こう、リリースしたっていうような感じになっております。まあ、ちょっとこの成績的に厳しいですよね。まあ、メジャーにこう、よかったらね、上がれるっていうような成績だったらしいんですけど、まあ、これ次の巨匠が非常にこう、注目されてますけど、まあ、年俸の部分とかどうすんのかとかね、この辺折り合いがどうつくのかちょっとわからないですけど、まあ、オリオールズの方は、リリースをしたというような感じになっております。まあ、メジャーに行けばね、だいたい2億ぐらいの年俸には戻るっていうような予定だったそうですね。で、今年のオフは巨人とそして中日がなんか獲得調査をしているって言われていたこのマザーラですけども、もうね、助っ人の補強も終わってますし、後ほど喋りますけど、ジャイアンツも中日も、ちょっと助っ人の枠っていうのは余っていないので、まあ、巷ではこう、ポランコ2世っていうふうに言われてますよね。肩と、そして守備に今難があるってことですか。映像を見る限り、まあ、ちょっとこう、ファインプレー集みたいなことだったんですかね。ライトの守備は、そんなに悪くないっていうか、全然こう、目がつぶれるっていうか、見てられるような、守備だったので、ちょっと肩はちょっとわからないですけども、まあ、そこまでこう、っていうような、感じでもなかったので、まあどうなんですかね。で、気になるのは、12球団のちょっと助っ人の状況を見ていったら、なんかわかるのかなっていうふうに思うんですけど、まずね、開幕から、まあ参戦行われてましたけども、もうすでにこう、ベンチに4人、こう、使ったことのある球団っていうのは4球団いるんですね。で、まあ中日、そして西武、ソフトバンクに関しては、正直助っ人の入る余地がなかったので、この中だと、アルカンタラがちょっとベンチで待機をしていたので、まあそれを2軍に下ろせば使えんこともないのかなっていうような感じだったんですよ。で、他の8球団見ていくと、例えば助っ人3人しか入れてない、まあ1枠余ってるんじゃないかっていう球団が5球団あったんですけど、順に見ていくと、まずジャイアンツはですね、ウォーカーとブリンソン、もう外野2人いますよね。ウォーカー調整中ですけど、で、ヤクルトもサンタナがいると。で、広島ももう秋山、西川のまって、助っ人が入る余地が全くないのと、まあ横浜ですね。横浜がちょっとオースティンが離脱しているので、ここの部分どうすんのかですけど、仮に帰ってきた時考えると、ちょっと両立は難しいですよね。で、ロッテも外野は空いてますけど、センターが必要というか、まあ、両翼はね、結構荻野とか山口選手とか、まあ、いるので、高部選手がこう帰ってきたら、ちょっと厳しいのかなってことを考えると、まあ、ポランコね、使ってるんで DH で、ちょっとないのかなと。で、より1人減らして2人しか使っていないのが、まあ、阪神なんですけど、まあ、外野で言っても、広島同様ですね、センターに近本、そして両翼に森下と助っ人のノイジーがいるということなので、まあ、入れないですね。で、オリックスに関しては、もう言うまでもないです。もう、もう満体って言ってますけど、全然ウェルカムです、個人的には。はい、いつでもどうぞっていう感じなんで、まあ、オリックスは正直ありなんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、助っ人1人しか使ってない、まあ、フランコですね、が DH でこういるっていうような感じですけど、コーナー、ファーストとサードを守る選手なので、外野パッて見渡した時に、まあ、辰巳がセンターに行って、ライトに島内選手がいると。で、小深田選手をレフトで使ってるんですけど、まあ、なんかバカスカ打ってるわけでもないので、そう思うと、まあ、楽天、そしてオリックス、日本ハム、このあたりが、パリーグっていうのもちょっと予想がしやすいっていうのもあるんですけどね、なんか、マザーラはドンピシャなのかなとは、ちょっと思いましたけど、まあ、人によってはね、オリックス、いや、いらんと。もうマーティの時にもね、結構もういらないですというようなコメントもあったんですけど、僕の個人的な願望としては全然来ていただいてもいいのかなと思いました。で、なんでね、オリックスに、まあ、いいのかっていうことなんですけど、まずね、助っ人もう現状でも空いてるんですね。まずコットン、勝ちパに入れず漏れてしまってると。で、ワゲスパックは昨日の試合見てもなかなかちょっと球速が戻らないので、もしかしたら下で調整する可能性すらもある。で、セデーニョに関しては育成で下で出てますけど、まあ、長打が一個に出ていないということで、大砲の感じが今のところ感じれていないと、シュウィンデルに関してもちょっと古傷の再発っていうのもあってですね、ちょっとロメロ臭いというかスペ体質なんじゃないかみたいな声も結構上がってきているので、その辺考えるとやっぱ喫水の左の大砲っていうのが今いないですね。キーさんも怪我してますけど、控える外野の一番手が福田周平っていうような形に今なってしまってる。その辺考えてもまあ全然ありなんじゃないかなとは思って。で、マザーラと、そして、コルデロという選手がね、まあ、同時に自由契約になったわけなんですけど、なんでこのコルデロは、早々にヤンキースに決まったのかっていうことなんですけど、メジャーのキャリア見ても、やっぱマザーラの方が全然いいんですね。で、6年ですけど、通算でやっぱ21本しかホームラン打ってないんですよ。で、キャリアハイ見ても、通算の成績も全然マザーラの方が上ですし、キャリアハイ見ても、全然打率も2割ちょっとで、OPS も7割いってないんですよね。ホームランも2桁いってないですし、なので、まあ、なんでなのかなっていうふうに
思ったんですけど、コルデロと、マザーラの違う点というとですね、まず2人とも両翼がメインなんですけど、コルデロはファーストも守れると。で、足も使えるんですね。結構足が速いと。で、スプリングトレーニングでむちゃくちゃ打ってるんですよ。バカスカ打ってて、打率4割超えてて、 OPS も 1.100 ということで、まあ、ホームランこそね日本で、ですけど、めちゃくちゃいいんですよね。だからオリオールズとしてはどうなんですかね、ちょっと 3A で打診してヤンキースからメジャーのオファー来ていったとか、なんかそういう感じも考えれるんですけど、まあ、マザーラとは違う点としては、ポジションと、まあ、走力と、そして、スプリングトレーニング直近の成績ですね。ここが、まあ、良かったのかな、ということで。マザーラはそんなに良くなかったですから、その辺もあって、自由契約、メジャー契約っていう風な、結果に分かれたのかな、というふうに思うので、ちょっとね、日本の球団がどう手を伸ばすのか分からないですけども、立浪監督が最も欲したこの最愛の恋人ですね。ここを中島監督、福良 GM がどう判断するのか。ちょっとオリックスは、中島監督は直接見ないかもしれないですけども、この辺り含めてですね、個人的にはちょっとオリックスにしてもらってもいいんじゃないかなと思うので、今回動画の方に今まとめてみました。ということで、今回の動画ではですね、先日3月の下旬にですね、オリオールズから自由契約になった、立浪監督が一番こう欲していた、ノマー・マザーラ選手が、まあ、自由契約になったということで、どんな選手なのか、そしてオリックスにはどうなのか、そのあたりちょっと12球団の、まあ、助っ人外国人の状況も見ながらお話をしてみましたけども、皆さんはいかがでしょうか。ぜひ皆さんのお考えも教えてもらえたらなと思うんですけども、まあ、大方の予想はいらないという声が多そうだなというふうに思うので、ぜひ教えてみてください。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回の動画でもオリックスについて語っていこうかなというふうに思っておりますので、チャンネル登録、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。